はい、トルチャンネルです。今日はですね、まあ気ままに雑談ドライブということで、はい、撮っていこうと思います。はい、よろしければお付き合いください。ですね、今、ちょっと前に挙げたその七曲がりの走る動画の撮って帰りなんですけど、さっきちょっと道の駅の三つっていうところ寄ってたんですけど、すごいなんていうかいじってる車が集まってて、まあこれから集団走行にもするのかなみたいな感じだったんですけど、なんか私の車だけね、その皆さん奥に止めてて手前に止めてたんですけど、なんかやたらジロジロ視線を感じまして、やっぱりそのボンネットを黒に変えてから見られる率が一気に上がったような気がしますね。やっぱ目を引くんですよね、純正なんですけど。前なんですけど、やっぱりドライブするのは朝に限りますよね。混んでないですし、今はですね、255線走破の旅とかやってたやつの反対から走ってるバージョンで撮ってるんですけれども、もうちょっと行ったら姫路市ですね。今日はですね、まあ、花粉と黄砂降ってないかな、わかんないですけど、やったらそのフロントガラスが黄色く汚れちゃってるんで、そろそろ洗車したいなといつも思うんですけど、なんていうのか、まあ洗車しまくると洗車傷がつくんじゃないかなって不安になって、まあ、月1程度にとどめてるんですけどね。基本的にそのワックスとかコーティングしない人なんで、水洗いだけなんですけど、私なんかそんなあんまり洗車好きじゃないんで、
どうせ汚れちゃうからそんなに綺麗にしてもなっていつも思うんですけど、好きな人に言わせるとあれですよね、汚すために洗うみたいなことを言われるんでちょっと理解できないなと思うんですけど、やっぱりね、綺麗にしたら綺麗なまま取っておきたいじゃないですか。やたらさっきからそのスポーツ系の車とすれ違うんですけど、みんな道の駅水行ってるんですかね。さっきもやたら GTR とか見るんですよね。1km 先レベル3交差点取り締まりエリアですよ。そうですよね、あのこの地域だとその冬用タイヤ、まあ、スタッドレスとかは私自身履いたことないんですけど、なんでね、いつも冬になると北川には行けないんですけど、本当ね、その雪道を走られる方、いやすごいなって思います。走ったことないんで、午前9時になりましたよ。まあ今9時ですね。 1km 先レベル3シートベルト検問エリアですよ。なんで今年とか暖冬でレベル3交差点取り締まりエリアですよ。結構雪少なかったみたいで、この辺もね全然ちらほらもしてないんで、今年はなんで結構もう早いタイミングでね、夏用タイヤに変えられてる人が結構多いみたいですけど、どうなっちゃうんすかね。なんか暖冬の割合が増えてて、レベル3シートベルト検問エリアですよ。でもそういう時に限って結構シートベルト検問エリアですよ。3月の後半とかに雪降ったりするんですよね。なんでね、あとバッテリーもねそろそろ変えたいなと思ってるんですよね。もう純正というか、まあ初めのままもう丸4年使い続けたんで、まああと1年以内には交換したいなと思ってるんですけど、バッテリーって言ってもそのいっぱい種類出てますよね。なんか、まあ定番のパナソニックのカオス、あの青いやつですよね。つけたことないですけど、あれとかなんかメガライフバッテリーとかもあるじゃないですか。リチウムイオン電池っぽいやつですか。検問エリア外になりましたよ。あの鉛のバッテリーじゃないやつですよね。だいぶでもあれで軽量化されるみたいなことを書いてたんで、ちょっと気にはなってるんですけど、値段がどうもやっぱりお高いですかね。即位できなかったよ。すいません、ちょっとレーダー探知機がうるさいんですけど、まあまあまあ月変えるとしたら、一番変えたいのはハンドル関係なんですけど、でも優先順位的にはバッテリーかなって感じですね。で次はあれですよね、あのフラグがそろそろね
交換時期なんかなって感じですね。今入れてるプラグはその NGK のプレミアム RX なんですけど、だいたいまあ対距離的にまあ5万6万ぐらいまではって書いてたんですけども、1万4000ぐらいで買えてて、今5万8000走ってるんで、まあそろそろかなって感じですよね。でもこのプラグに変えてから5速でね、低回転の時結構ノッキングっぽい音してたんですけど、それがなくなってすごいスムーズに回るように、エンジンが回るようになったんで、もう次もこれにしようかなって考えてるんですけど、特にね、そういう ECU のパワー上げたり、まあ AG 数は制御変更してるんですけど、パワー上げたりね、そういうとこいじってないんで、特に劣化は上げなくていいのかなって感じなんですけど、メッカ上げちゃうとね、プレミアム RX 多分使えなくなっちゃうと思うんで、ということで、この辺で今回は終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。